本日1号店がポポンドオープンしました。ポポンドポンドポンドです。なんか最近巷でいろんなスーパーマーケットが乱立していると聞いて私もねこの流れに乗って、まあ、ポポンドオープンしちゃおうかなと。でもなんかさちょっと流行りすぎたあたりだからさ、なんかあのタピオカのブームに乗り遅れたタピオカ屋みたいな気持ちで始めるんだけど、まだ間に合うかな、人来るかな。あ、これ結構小さめやね。連れて行かれた。あこれが最先端の移動技術か。はいはい。市場価格5ドル、6ドル近いの。ここ強気の7ドルです。はあはい。はい、いらっしゃいませ。今度どないすんねんな。はい、ピー、はい、ピーして。ちょっと待たんかい。スペースキー。あ、ありがとうございました。はい、キャッシュカードですね。おいしそうっしょ。よしよしよし。カード出せ。ナイス。やるやん。こんな。うわ。よしよし。あら、リップが素敵ですね。あら。一人で食べられるんですか？あら。素敵な胸元で、胸元ですねって言っちゃったわ。これで、購入と、あ、買っちゃった！かぁ！水、卵、卵とか売れんだろ。あんな日常に必要でしかないからな。牛乳欲しいな。シリアル売るんだったら牛乳欲しいよね。合わせ買い多そう。あ、ここか。あ、やべえ。入るかな、これ。やべえ。常温牛乳。聞いた。牛乳、牛乳。水かい。牛乳かいよ。牛乳かい、牛乳。なんで水ばっかなんだよ。よいしょ。うるせえんだよ。他のもう、牛乳買って作れ。牛乳かい、牛乳。砂糖ばっか買ってんじゃねえよ。高くねえ、買え。常温で売るぞ。接客態度とか、どうでもいいな、一旦な。金出すやつが偉いんだから。お客様は神様。知らないね。商品買ってくれるやつだけが神様なんだから。ほっ。で、水の値段を、相場に近くする。もうここ切り詰めていくよ。いや値下げ、いや。切り捨てるか、ここ。水、売れ行き良くない、ね、ちょ、もうこれ。魂の、値下げいくわ。ドンキホーテですよ、ここ。水だけに関しては。情熱価格大特価よ。水もうちょい値下げとく。え、魂の一同。ポンキホーテ。ポッポッポ、ポンキ、ポンキホーテ。
もうこれ水に一直線なんじゃない？ほら。チーズ。